ファルコンステークス2021。え、芝もいける？皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、ファルコンステークス2021をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のファルコンステークス外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のファルコンステークスでどのように構想しているか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のファルコンステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちらファルコンステークス2018年の傾向でございます。1着はミスターメロディー、2着は浅草キンキ、3着はフロンティアでございました。この年は馬券内全てが外競馬でございました。そしてこちらファルコンステークス2019年の傾向でございます。1着がハッピーアワー、2着がグルービット、3着はローゼンクリーガーでございました。この年は1着と3着が外球調整となっております。そしてこちらファルコンステークス2020年の傾向でございます。1着がシャインガーネット、2着がラウダシオン、3着がベスターベルトでございました。この年は1着と2着が階級調整となっております。ファルコンステークス2021年に狙うのはということで、大きく2つのポイントが見つかりました。まず1つ目、重賞から階級仕上げでございます。2018年2着の浅草元気、2018年3着のフロンティア、2019年1着のハッピーアワー、2019年3着のローゼンクリーガー、2020年1着のシャインガーネット、これらすべて重賞から階級というステップになっております。そして2つ目、少し穴場でございますが、ダート 1400m1 着はケイシ・キンモスということでございます。過去3年でミスターメロディとグルービットがこちらに該当しておりました。ダート馬だからということで切るのではなく、芝でも走るのではないかという可能性を考えてみてはいかがでしょうか。最終的な外競馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録グッドボタンぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。